はい、こんにちは、しんがです、山手線一周回る企画の今日は上野駅から御徒町に歩いていきたいと思います、はいはい、ということで、もう今日も暑いですね。結構暑いですよ、まだ。まあ暑いんで、ちょっとまあ行ってみますか。しんがさん、はい、なんかあれ、え、なんか赤い人がいる。また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 ま
おお、千葉ぐりさん。はい、そうです。どうもお久しぶりでございますよ。何してるんですか？たまたまちょっと今日上野にいまして。そうなんですよ。はい、すごい偶然ですね。そうなんです。ちょっとじゃあ一緒にじゃあ行きます、どっか。ああそう、今ちょうど YouTube 撮ってて。あ、撮ってんの、はい、あ、撮ってんですか。あ、じゃあちょっとご一緒させていただいて。はい、お願いします。じゃあ今日は一緒に、はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあまあとりあえず上野ってことなんで、はい、動物園の方でも行ってみますか。動物園行きましょう。はい、行きましょう。いやー嬉しいな、久々ですもんね、シアさんと。そうですね、はい、結構めっちゃ目立ちますね。ですよね。シアさんちょっと恥ずかしいかもしれないです。ちょっと大丈夫ですか？スーパー恥ずかしいですね。あ、スーパー恥ずかしいですか、はい、あ、恥ずかしい。ほら学生たちにほら笑われてる。ほらシアさん、ほらシアさん、ちょっと恥ずかしいのであれば、はい、ちょっと今日はあのこういうの持ってきたんで、これももしよかったらちょっと。これは、はい、これも、これちょっと。全然恥ずかしくない、これ。はい、これ恥ずかしくないんですよ。恥ずかしくないんですよ、これ。全然恥ずかしくない、これ。これで。ただちょっと歩きづらい。歩きづらいですか？じゃあ外しましょう。やっぱりね、外しましょう。何かあった時に、はい、何かあった時に、恥ずかしい時は。シアさん、好きな動物は、いるんですか？好きな動物、犬ですね。犬、はい、犬いるかな。犬は、犬はどうだ、どうでしょうね。動物園なのに、いないの、犬。どうでしょうね。猫は？猫もいるのかな。いや、もっとこう、キリンとか、こう、ゾウとか、なんかその、大きい、ちょっと大きい動物では、何がいいですか？あの、パンダとか。あ、パンダ、ね、あ、パンダは多分いらっしゃいますよね。トントン？トントン、うん、あ、トントンっていう名前なんですか？トントン。トントンもう亡くなってたみたいです。シャンシャンか、シンシンがいるみたいです。シンシン、ああ、うちの、ベースが、チンチンって言うんですよ。はい、ああ、はい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 。パンダではないんですけどね。千葉さんのメイク、パンダ意識してるんですか？これはですね、はい、どんなを意識してるんですよ。おはい、一応その、はい。使えるのかなと。ちょっと、ピー入れてください。もう見えてきますよ。あ、見えてきた。すごいパンダのポスト。あら、かわいい。あら、ポストかわいいですね。街がめっちゃおしゃれです。うん、きれい、きれい。きれい。都内にこんな敷地があるとは。アメ横の方はちょっと、こう、まあいい意味でごちゃっとしてますけど、こっちはなんか広々と。はい、上野動物園はちょっと入れなかった。入りませんでした。入れなかった。入れなかった。ちょっと。千葉さんのせいかな、やっぱね。まあ、誰のせいとも言いづらいですが。せっかくだと行きたかったですけどね。そうですね。はい、まあでも、じゃあ本来の、上野、はい、この企画の、まあ、駅の方を目指しますか。そうですね。はい。じゃあ、とりあえず適当に歩いてみますか。はい。はい、千葉さんは仙台から来たんですか、はい、今日は。いや、もう都内に住んでるんですね。都内に住んでるんですね。はい、もう都内にもう上京してきて、はい、はい、今はその年に1回活動してるんですけども、はい、仙台貨物っていうのは、はい、あ、その時だけ都内にいて、で、あとはもうあの地元仙台に戻って、じゃあ山手線で言うと、はい、どの駅が一番なんか馴染みがありますかね。馴染みが、やっぱり、仙台貨物はですね、昔、高田の馬場エリアっていう、ライブハウスがあったんですけども、あそこでよく、ライブやらせていただいてたんですね。はいはいはい、なので、高田の馬場ですかね。なるほど。やっぱり。高田の馬場もう、だいぶ前に行きましたね。だいぶ前に過ぎて。はい、あ、なるほど。じゃあ、こう、ぐるっとじゃあ回ってるわけなんですね。そうです。ちょうど半分
超えた。半分超えて。やっと超えましたね。はい。あのマナさんの回ちょっと見させていただいたんですけども、はいはい、いやすごく面白かったですね。あのシュールでしたすごい。マナさんに会いたいな千葉さんも。いや多分スガモに行ったら。スガモに行ったら会えるんですか。スガモにいらっしゃるんですか。スガモいないです。でももうスペシャルゲスト第2弾ということで。第2弾。はい。ああそうなんですか。すごいですね。ありがとうございます。そのマナ様がすごい濃かったんで、はい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 、もうあれ以上濃いゲストは。ないだろうなと思ったんですけど。ああ、来ましたね。違うベクトルで来ましたね。黒の次は赤が来ましたね。ああ。ちょっとなんか、池あんの知ってます？あ、池知ってますよ。なんか、なんとか池。そこの水上なんとかでライブしたことありますよ。あ、え？ビルアングレ。あ、そうなんですか？はい。そっちの方とか行ってみますか？行ってみますか。うんうんうん。花園稲荷神社。あ、これは、え、花園神社ですね。花園稲荷神社ですね。絶対千葉さん、ダメでしょ、入った。そうですね、ちょっと、失礼ですよね。ガチ当たり的なね。色合いはいいんですよね。色合いはいいです。色合いはいいんですよね。色合いは確かにいいですね。あ、ここじゃないですか、千葉さん。え？ここですね。あ、ここだな。はい。え、あれもしかして見えてるの、池？あれ、そうなんですよ。あの草が、そうなんですよ。いっぱいあるところ。あれどこでライブしたんですか？なんか水上ステージはあったんですよね、当時。今確かになんかありますね。わかんないですけど。あの、なんかあの、何でしたっけ、あの、ボートみたいな。ボートありますね。あ、ボート資源さんとか。ボート乗りたいですね。ボート乗りたいな。ボート乗れたら乗りたいですよね。え、あの、葉っぱをかき分けてボートが行くんですか？いや、違う場所にあると思うんですよね。確か。ちょっと僕も、久しく行ってないのであれなんですけど。あ、ここも動物園。あ、そうですね。そうですね。違う入り口なんだ。弁天も。ここから入れば入れるかな。いや、その入り口の問題じゃないです。警備員の具合じゃない。いや、具合じゃないです。多分きついです。あら、かき氷が売ってるね。うわ、そう。かき氷はちなみに、シアさんはいつも何味を食べられるんですか？僕、食べないんですよね、かき氷。食べないんですか？はい。なんでですか？アイスも食べないんですか？アイスは食べる。なんでかき氷食べないんですか？かき氷ってなんか水じゃないですか、もう。まあ水ですね。水があんま飲めないんです。水があんま飲めないんですか？え、もう本当にあの水もですか？あ、そうそうそう。じゃあ確かに新屋さん水飲まないんですよ、水分補給で何にされていいんですか？まあ、カフェラテかコーラ。カフェラテかコーラ、はい、二択ですね、基本。よくでもそれであれですよね、あの太ったりなさんないですよね。まあカフェラテとコーラのおかげじゃないですか。あれは、まあ、太りやすいんですけどね、本当は。で、新屋さんこれ一応多分もう、え、これ水もしかしてした？これ水なんですよ。え、ほら、嘘、本当？じゃあ千葉さん行ってみて。え、ここにですか？多分捕まるかな。多分捕まっちゃうかもしれないな、千葉さん。あっちとかもなんかめっちゃ、え、あれも水から生えてるの？水から生えてると思う。え、どうやって手入れするのこれ？確かに。自然？いや多分常にでもこれあるんですよね。あっち側も全部そうなんです。なんか道あるこれ？ない。ない。ない。水上ステージもないじゃん。これどの辺なんですかね。あ、行けないですね。あれ？ちょっとじゃあ。どういうこと？あっち、あ、ぐるっとあれですかね。じゃあ。そうですかね。あっちですかね。これだっけな、水上ステージ。ちっちゃ。これじゃなかったわ。ちょっと25年前の記憶なんで。もうほぼ覚えてないですか？ほぼ覚えてない。結構大きいんですか？あのキャパは普通にしたら1000人ぐらいはあると思う。で、イベントで。イベントで出たんですか？そうそうそう。ビル・アングレーと、あと10バンドが。あ、かき氷がある。あ、さっき食べたいな。さっきも言った。千葉さんはもう、やっぱり、あの、ブルーハワイ食べたいですね。あ、だけども、やっぱこの格好なんで、やっぱ我慢して、いちご味を。ブルーハワイって何味？ブルーハワイって、あの、何味なんでしょうね。なんか爽やかな感じですよね。元は何、原料。そう、結構謎なんですよ。ベロがめっちゃ青くなるんですよ。これ全部池ですよ、ここ。
これかな、水上ステージ。あ、あれ、あっちっちゃい。ステージじゃないですか。25年前の記憶で。もう新谷さんのドラムセットだけでも、ね、そう儲けないぐらいですね。はい、ちなみに新谷さんはなんかこう筋トレみたいなのはしてるんですか？あ、一切しないです。しないですか？一切しないです。まあ、一応昔ずっとしてたんですけど、うんうんうん、してもしなくても一緒っていう結論を、あ、なるほど、あんま変わんないと導いたんで。昔何してたんですか？何でもしてましたよ。ランニングとか。ランニングはしなかったですけど、まあ筋トレ系の。あ、ちょっとあの、シアさん、あの、懸垂ちょっと。ああ、お、ちょっと懸垂を。懸垂できるかな。高いな、このデスポ。高いな。ここで、はい、お願いします。おお、はい、もうすごい。1回ですよ、1回。しばさんこっちかな、はい、しばさんこっちかな。お、すげえ。おお、おお、4本。おお、あ、これで OK、すごい。そうなんですよ。すごい。ちょっと鍛えてるわ。すごいじゃん、はい、てですよ。まあ、やっぱ荷物運ぶからね。そう、荷物やっぱりね、重いの運ぶから。そういうことっすね。運送業なんですよ、ここは。そういうことっすね。これ何、これあれじゃん、これはあの足の、足の、ああ、あれ、つぼ押しの。あ、じゃあちょっとしんさん、ちょっと土足禁止って方がいいの。いや、本当につぼ押しやん、これ。あー、痛いですか？痛い、痛いですか？またまたばっかり。いやいやいや、うおー。あー、ちょっと千葉さんもじゃあ行きますね。あら、千葉さん、優しいっすね。痛いですか？めっちゃ痛いよ。え、そう？大丈夫そうですね。千葉さんは、あ、ここは痛いですね。あそこ痛いです。ここは痛いですね。うわぁ。ああ、そこが、そこが一番痛いですよ。うおぉ、そこが一番痛い。皆さん結構いい。あの、普段出さない声出しちゃう。予測禁止でこんなのあったりするんですね。いいですね。めっちゃ健康になった。早っ、うん、早っ、体調めっちゃいい。早っ。見て、ドッグラン。あ、ドッグラン。あー、でもいないですね、ドッグが。ドッグいない。ドッグがいないね。ドッグなんですか。ボート乗りたかったですね。いや、ボート乗りたかったですね。まあ、こんな機会もないので、だって、しんやさんとボート一緒に乗れないですからね。いや、もう、絶対一生乗ることはないよ。いや、今日乗らないと。ちょっと乗りたかったなぁ。ポムポムプリン、はい、ポムポムプリン、ポムポムプリン、あ、ポムポムプリンがいた。あ、いたいたいた。あれ、サンリオのショップなんですね。そうかもしれないですね。うわ、すごい、わ、すごい、わ、パンダになってる、キティちゃんが。うわ、なんだ、これはやっぱ上野だから。あ、パンダなんだね。あ、そうなんだ。このプレイのでかかったね。あと見て、このポムポムクレーン、細かい作業。これ全部貼っていったんでしょ。ちょっと緑っぽいの入ってるんですね、仕事じゃって。すごっ。あれ、しなさん、アメ横来たことあるんですか？いや、ないかも。え、な、初っすか？はい。あ、千葉さんは？千葉さんは、はい、あの、何回か、はい、あの、ありますね。はい、これで？これでは初めてですね。初めてです。あ、なんか魚の匂いがしますね。はい。すげえ、うまい棒とか。あー、すごい。なんか、いろんな靴下が。めっちゃおしゃれな。あ、おしゃれな T シャツが。あー、いいですね。すごい。あー、いいです。こっち、千谷さん、着るんだったらどれがいいですか？着るんだったら、はい、あ、このウサギ。あ、このウサギ。あー、なるほど。千谷さんっぽい。あー。何度言っても同じミスするよね、アホな。ああ、こっちに書いてあるんですね。ああ、いいです。千葉さん、どれが似合いますかね。千葉さんはもう、これですね。それだな、それだな、やっぱりね。ああ、多分似合うと思う。結構、こういうちょっとワンフレーズの T シャツ多いですね。ああ、なるほどね。この帽子も。ああ。すごい、おしゃれな店。
ばっかり。なんか服とか靴とか、はいはい、あのゆるキャラ誰？あのゆるキャラ？これ。あ、これ、これなんだろう。内山栄一さん。内山栄一さん。内山栄一さんです。内山栄一さんですか？はい。タヌキみたいな人ですね。タヌキですかね。内山さん。ああ、このね、ここでもう深夜さんとこうね、飲んで帰りたいな。ちょっと今までの線路沿いと違います。お店がある線路沿いかもしれない。トゲトゲないのかじゃ。平日の昼間からめっちゃみんな飲んでるよね。お酒も飲めます。夏休みまだ。夏休みじゃないですか。大体8月中で終わってるはず。はい、めっちゃウイスキーあるよ。あの、余一ありますよ。ウイスキー飲まれますか？いや、彼がもう。ああ、そうなんですか。ウイスキー博士で。ああ。にわか博士。あの、宮城のやつもありますよ。はい。宮城の。ありますね、宮城の。はい。いや、下山崎響きめっちゃ来る。山崎18年、響き20年か。値段がでもどれぐらいか。あ、でもリーズナブルですよ。はい、山崎18年が1杯4300円です。え、1杯が1杯です。そんなするの？書いてあります。じゃあ1杯だけ飲んでいきますか。しかもそれ。皆さんどうですか、初めて来て。イメージ通りですか？あ、まあイメージ通り。うんうんうん、あれなんかもっと呼び込みがすごいあるんかなと思った。なんか。あ、でも確かに。控えめかもしれないですね。めっちゃ控えめですね。ちょっと撮ってるからっていうのもあるかもしれないですよね。まあ、千葉さんももしかしたら原因の一つかもしれないですね。あんまり声かけたくないなみたいな。うん、時計も売ってる。あ、そうだ。すごい、ロラックス売ってるよ、ロラックス。ロラックス、あ、ロラックス。ロラックス、ロラックスいくらでした？ 3800 円ぐらいです。え、一人。一人？一人だ。一人だ。一人だ。何これ、すごい。アジです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 。あった。これ何？これ何だろう？これ何です？これ何だ？これでも内容みたいになってますね。これ何だ？これ何だ？これ何ですか？あ、こっちに。あ、パーマか。あ、パーマ。パーマ。なるほど。パーマ。ただのもん。で、それ。あ、緊張する。緊張するのが一番面白い。面白いですね。あ、パンダだ。パンダ、パンダ。緊張するのが一番、あ、パンダですね。緊張するのが一番笑っちゃうんですね、これ。あ、これいいね、これ。あ、これいいね。うん。いや、なかなか全部おしゃれ。ね、全部おしゃれ。着替えますかじゃあこれに。いや、着替えます。着替えないですか？着替えます。着替えない。もしかしてもう着くこれ。もう着ちゃう。やばい、着いちゃう。御徒町駅。あ、着いちゃう。あ。え、これがメインですか？メイン口に行きたいです。メインっていうメインはない。え？どっちもこういう感じある。え？あ、すごい、パンダ焼き。お、めっちゃかわいい。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 めっちゃかわいいよ、これ。これ買おう。これ買いましょう。買いますか。買いましょう、これ。買いましょう。すごい匂いする。あ、なんか、シャイさん、いろんな味が。え？いろんな味が、なんかある。え、想像よりめっちゃちっちゃい。うわぁ。組の技です。やりたい。この型くれないかな。オリジナルのダメ。じゃあ14個入り2つ。はい、買いました。買いました。いいですね。パンダぎっしり。あ、裏向いてる。うん、これは、14個入りでしたっけ？14個入りです。シアさんに買ってもらいました。これ味って何味だろう？もう、ごちゃ混ぜ。あ、ごちゃ混ぜなんですか？見て。あ、うさぎ。お、うさぎではないですけど。なんか飛び出てます。熊だ。あ、熊。いろいろ、パンダじゃないですか。あ、うまい。うま。うん。美味しいですか？うま。うまい。じゃあ、だって匂いとかも、よかったっすね。ああ。うまい。
もう後ろ見てください、これついちゃいました。ついた。早かった。早かったですね。あっという間でしたね。あっという間でしたね。まあでも、ちょっと池とかもいいですね。動物園行けなかったですけど。動物園もボートも、ね、水上ステージも、乗れなかったですけど。ね、残念だったけども、ちょっとまだあれだな、ちょっと違う、あの区間で呼んでください。また偶然いたら、いつでも。偶然いたら、ちょっと。ぜひご一緒させてください、はい、ぜひまた一緒にお散歩したいですね、はいはい、千葉栗さんでした。はい、バイバイ、またね。で、来週はここからまたどっか行きます。いつも通り、はい、さよなら、さよなら。